翔平、おめでとう。とうとう逃げ出した虫を全部集めたんですってね。何かを始めるのはそれほど難しいことじゃないけど、それをやり遂げるのはとっても大変なことだわ。よくやったわね、翔平。そんな改めて言われると照れくさいよ。いや立派だぞ翔平。お前は大人でも難しいことをちゃんとやり遂げたんだからな。うん、でもどっちかっていうと僕が子供だからできたことかもしれないよ。さあまた世界昆虫展までもう日がないわ。私たちももう寝ましょう。ああ、じゃあ翔平、おやすみ。おやすみなさい。よかったね、褒められて。うん、でも褒められるためにやったんじゃないよ。虫たちや、あとリリーと一緒にいるのが楽しかったからできたんだよ。でも明日からがちょっと寂しいな。そうだね。また虫全部逃がしちゃおっか。え、ちょっとリリーそんなこと。うさうさ、冗談よ。そんなことするわけないでしょ。翔平くん、今まで協力してくれてありがとう。どうしたの？改まってさ。リリーのおかげで逃げ出した昆虫たちも全部集まったんじゃないか。今度はさ、早くリナリーとも仲直りをして、ユータやモエやジンヤたちみんなと一緒に遊ぼうよ。ユキ、ユキちゃん、怒ってるんでしょ。私のこと怒ってるんでしょ。ユキちゃん、聞かせて、何があったのか。最初にリナリンに会えた時は本当に嬉しくてとっても楽しかった。私にできることは何でもしてあげたかった。リナリンはデパートから虫を逃がして大人たちを困らせるだけだってそう言ってたの。でもその後、虫たちの餌が必要だって言うから、私ペットショップで買ってきてあげたの。私何も知らないで何度もごめんなさい。樹様、申し訳ございません。この幻覚がついていながら。うん、誰も悪くないよ。リナリーだってこれが自然のためと思っているだけなんだから。翔平くん、確かに僕たち人間は自然を大事にしなかったかもしれない。でもまだ間に合うよ、きっと。僕にもユータやモエやジンヤやジュンイチにも、そしてユキにだってリリーたちが見えるんだもの。翔平くん、一樹様、よくぞ言ってくださいました。その一言、お嬢様も救われます。幻覚。それじゃあ僕は行くよ。リナリーに聞いてみたいんだ。うん、行こう翔平くん。あの待って。え、何？ありがとう。気をつけてね。え、
って翔平くんのこと好きなんじゃない？何言ってんだよリリー。そんなのわからないじゃない。いや長年の勘ってやつかな。ま、大事にしてあげてよね。あの子とってもデリケートみたいだから。もう行くよリリー。翔平くん、ようこそ。ここお姉ちゃん、まさか。さすがに気づいたよね。これって、神様がいる木だって聞いたことがあるよ。当たりよ。霊木といって特別な木なの。この龍脈の乱れは、もう実体化しているの？ユキちゃんが協力してくれたおかげで成長も早かったわね。もうじきこの竜の穴から這い出てくるわ。リリー、一体何が起こるの？簡単に言えば、この地面の下には竜が住んでいてね、その竜が暴れると地震が起きたり天気がおかしくなったりするの。だから竜を沈めるためにこの霊木が植えられているのよ。それじゃあこのところ地震が多かったり雨が降らなかったりしてたのはここが原因だったのよ。でもそれだけじゃないの。お姉ちゃんはその霊木の精霊を実体化させて地面の中の竜を暴れさせようとしているのよ。竜が暴れるとどうなっちゃうの？大昔富士山が噴火したのも東京で大地震が起きたのもこの竜のせいだと言われてるわ。言ったでしょ、これからが始まりだって。リナリー、話し合いじゃ終われないの？対して話し合いはしてくれなかったわよ。物言えぬ草木や動物たちに対して一方的に破壊を続けてきたの。木を倒し、山を削ってコンクリートで固めてしまう。その山に住む生き物がそんなことを望んだというの？魚や貝も住めないような川に何の意味があるの？地球はそれが一つの生命だという。いつか本当に取り返しのつかないことになっても変えなんかないのよ。リナリー、僕にはまだまだわからないことや知らないことがたくさんあるんだ。でもこうしてリナリーの話を聞くと、わからなきゃ知らなきゃダメだっていう気持ちになってきた。とても大切なものが見えてきたんだ。きっとこういう気持ちをわかってくれる人はたくさんいるよ。それでも僕たちを許してはくれないの？じゃあ確かに人間たちは間違ったことをしているかもしれない。だけど翔平くんたちみたいに自然を愛する心を持つ人たちもいるじゃない。お姉ちゃんだって感じたでしょ、この子たちの心を。リリー、それも子供の間だけよ。大人になれば。そんなことないよ。僕は絶対にリリーたちのこと忘れるもんか。大人になったって、いつか僕に子供ができたって、ずっとずっと忘れるもん。お姉ちゃん、
信じようよ。すぐには無理かもしれないけれど、この子たちの子供やまたその子供たちに本当に大事なものが何なのか教えていけば、いつかきっと。リリー、翔平くん、私も信じたかった。だけどもう遅いわ。お姉ちゃん、我はこの地の龍脈を沈めし、霊木に宿る地霊神ガープである。1万年の昔よりこの地に宿りて龍脈を抑え続けてきた。しかしその龍脈を乱され、霊木を壊されては、我が分身である霊柱の暴走を止めることはできない。龍脈が溢れ出てくる前、この霊柱を沈めてほしい。そして大地の妖精よ、そなたの使命を果たすのだ。翔平君、霊柱を抑えるのやれるわよね。うん、行くよリリー。you
Thank you.
中は沈められたが、流脈を抑える霊木は砕けてしまった。このままでは流脈を止めることは難しい。本体の霊木を壊された今、私もすでに意識体の状態にある。このまま抑え続けることは不可能だ。そんな、それじゃどうにもならないっていうの？ここまで大きな流脈じゃそう簡単には抑えられないわ。いかん、もう間に合わん。くっ、お姉ちゃん。え、リナリなの？翔平くん、ごめん、こんなことになっちゃって。翔平くんとはできればずっと一緒にいたかったな。何言ってるの、リリー。自然を大事にする気持ち大切にしてね。私たちのこと忘れちゃやだよ。約束だからね、リリー。あ、リリお姉ちゃん。
豊かな子ね。あなたまで来ることなかったのに。一人で抑えられるわけないよ。ごめんね。私、大切なことを忘れていたわ。人は変わっていくんですもの。過ちを正すことのできる人たち、翔平君のような心を持った人たちがいれば、いつかはきっと。待とうよ、お姉ちゃん。何十年でも、何百年でも。少し長くなりそうね、リリー。寂しくない？お姉ちゃん、寂しくなんかないよ。みんなにも、また会えるんだから。そうね。ありがとう、翔平くん。リリー、リナリこれでみんなにも君たちが見えるんだね。この木はみんなで育てるからね。そうすればみんな絶対に君たちのことを忘れないよ。約束だからね。
夏休みになったな。ところで宿題の方は進んでるのか？宿題？はあ、全然やってないや。おいおい、もう夏休み終わっちゃうぞ。玲子先生に怒られちゃうよ。どうしよう。まあしょうがない。